しのぎを放った。その名は猿飛サスケ。まだ重勇士と歌われた伝説の忍びで、我らが取り潜入した獣ども、逃すな。おお、生かしては返せ。やれ。どうした？ありゃありゃ、みなでおなごを取り囲み、一体何事ですかの？なんだお前は。お前の金を相手にはない。今度ね、やっきりだ。
者に向かって猿とは何だ。へぇへこりゃいかん、やつらの術にはまったか。へぇ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 こりゃいかん。逃げるな猿。待て。お前は淀切警護の忍びだな。はい。太鼓の遺言状のありか知ってる。はい。もせ、淀切は遺言状をどこに隠しておる。その懐に。何？身につけておると申すか。はい。サビダレ様、これで天が哀れる。徳が追いつけどに、ヨドギミの命奪ってみせよ。それと、莫大な軍資金の在りかの記された太閤が遺言状は我が手中に。わらわはこの時を待っておった。徳川の上を行き、天が時をの。行くぞ来い。ガルガキ、行事が言ってんか。